イルカンジクラゲは、箱無質なキューバゾウアに属するクラゲ。1952年にヒューゴー・フレッカーによって、アボリジニのイルカンジ部族にちなんで命名された。部族の伝承によれば、海には、とても小さく、かつ全く見ることができない、怪物が生息していると言われていた。また、その怪物は取るに足らない、ちっぽけな存在でありながら、人々を苦しめ、時には死に至らしめるとも言われており、 その正体がイルカンジクラゲである。オーストラリア北部に生息。イルカンジクラゲ熱帯性の立方クラゲの一種。3センチメートル四方ほどの小さな体に最長50センチメートルほどの触手を持つ。このクラゲに刺されることによって起こる症状はイルカンジ症候群と呼ばれる。毒性はコブラの100倍、タランチュラの1000倍程度。イルカンジクラゲはとても小さいため、 刺されてしばらくは自分が刺されたことも気づかないほどまた傷跡もほとんど目立たない。しかし刺されると数分数時間の間に背中胸の激痛最高血圧が300近くにもなる急激な血圧上昇強い精神不安などの症状が起こり死亡することもある。この時の痛みは凄まじくモルヒネも効果がない。男性では 持続的な勃起を引き起こすこともある。厄介なのは、毒の強さは、もちろん、いる感じクラゲ類が小さいため、まるで見えないことが挙げられる。そのため遊泳中はラッシュを着用して、肌の露出を減らしたり、クラゲよけネットが設置されている場所で泳ぐなど事故、防衛策を取ることが重要である。また、海から上がった後に、少しでも体の異常を感じたら、すぐに、 病院へ行くことが大切。他にも、オーストラリアでは、同じ立ポクラゲ類に属する、オーストラリアウンバチクラゲが死亡例があるとして恐れられている。ありがとうございます。